聖剣伝説聖剣伝説レジェンドオブマナ。聖剣伝説レジェンドオブマナは1999年7月15日にスクウェアから発売されたプレイステーション用コンピュータゲームソフト。略称は聖剣伝説ロム、ログなど。2010年7月28日よりゲームアーカイブスで配信されている。2021年6月24日にニンテンドースイッチ。 PlayStation 4 PC で HD リマスター版が発売。聖剣伝説の名を冠したアクション RPG ではあるが様々な新システムが導入されている。別セーブデータの主人公を召喚して一緒に冒険できたり、お互いの作ったブグを売買できるなど、一つのゲームセーブデータにとどまらない行動も可能。特に自分でブグを生成できるシステムは膨大な。 材料の組み合わせとエネルギーや不可能力などの複雑な計算式によりゲーム制作者すら予期していない4桁の攻撃力を持つ武器を作れるなどやり込み要素についても従来シリーズとは一線を画すものとなっている。1999年当時の家庭用ゲームはすでにポリゴンを用いた 3D 画面が主流で、かつスクウェアは当時 3DCG 制作の最盛期にあったが、 今作はドット絵による 2D 画面であり CG ムービーなども極限られた部分でしか使用していない。これは当時のスクウェアにとって非常に異例なことである。そのドット絵も大変に緻密で繊細なものとなっており、亀岡真一のキャラクターイラストをはじめとした独特な美術デザインイラストレーションをかなり正確に再現している。HD リマスターは 聖剣伝説ヒーローズ・オブ・マナ以来14年ぶりの復帰作。特徴的なシステムとしてランドメイクシステムが挙げられる。また固有のシステム名を持たないがキャラクターカスタマイズ、武器防具作成、ゴーレム制作といった個々のシステムも独特でバトルシステムもリングコマンドを配するなど従来シリーズとは全く違ったものとなっている。逆に踏襲されたものとして 精霊とそれが持つ八つの属性が挙げられる。ランドメイクシステムは何もないワールドマップ上にプレイヤー自身でオブジェクトを配置し、箱庭のように世界を構築していくシステムである。本作の舞台となるのはファディールと呼ばれる世界の一地方であるが、プレイヤーはゲーム開始時にワールドマップ上のどこを冒険の舞台とするかを指定し、そこにアーティファクトと呼ばれるオブジェクトを配置する。 すると、アーティファクトは、街や、ダンジョンなどの、ランドに変化し、プレイヤーはそのランドを冒険することができるようになる。ランドには個々に、属性の強弱、マナレベルが設定されており、それが隣接するランド同士で影響し合う。マナレベルは特定のイベントの発生条件、出現モンスターの強さ、魔法の効果、果樹園での果実熟成値に影響を与える。また、 街ランドには、配置順とマイホームからの距離によって、店レベルが設定される。店レベルによって、街にある店の品揃えも変わる。同じスクウェア制作の、ファイナルファンタジータクティクスアドバンスに、ランドメイクシステムと、類似したシステムが採用されている。主導したのは、ディレクターの石井孝一。石井は、サガフロンティアの開発当初から構想しており、それをベースに設計したという。 聖剣伝説3から踏襲されていることであるが、移動モードと戦闘モードが明確に分離している。本作ではさらに、敵とエンカウントした場合、逃げることは不可能となっている。エンカウントしたすべての敵を倒すことで勝利となり、戦闘モードが解除され、キャラクターのヒットポイントは全開する。戦闘モードでは、弱攻撃、強攻撃、アビリティ、コマンド技、必殺技、 魔法を駆使して戦う。攻撃及び移動速度が武器種ごとに設定されたものとなる。武器種は全十一種あり、短剣、片手剣、両手剣、片長な、両長な、ハンマー、槍、ロッドナックルヌンチャク、弓矢である。縦方向への武器攻撃はできず、横方向のみ可能。必殺技と魔法以外の行動は、タイミングよくボタンを押すことで行動同士をつないでいく。 ことが可能で、方向キー入力によるコマンド技が繰り出せるなど、その操作性はベルトスクロールアクションゲームに準じたものとなっている。また、リングコマンドシステムが廃止され、戦闘モード中に装備の変更やアビリティの再設定などは一切できないため、従来シリーズよりもアクションの腕前が要求される。キャラクターカスタマイズバトルシステムに関連して、 キャラクターが成長する際に加算される各パラメータの成長値は装備武器種によって違う。そのため、プレイヤーは成長に際して武器を持ち帰ることで、主人公の成長を自由に決めることができる。また、アビリティは全26種が存在しているが、戦闘モードで使用するには2つある装備枠に装備しなければならない。同様に武器種ごとに取得していく。 必殺技についても一つの武器種に対して12種から20種が用意されており必殺技と魔法とを合わせて4つある装備枠に装備しなければならない上記のような要素によりプレイヤーは主人公を自由に個性的に成長させ行動させることができる育成要素主人公の自宅マイホームにはペットを飼うペット牧場果実を収穫する果樹園武器防具や 魔法やゴーレムを作成するための作成小屋が備えられており、それぞれが独特のシステムを有している。ゲーム中に登場するアイテムは、インゴットや木材などの主原料アイテムと、それ以外の復原料アイテムとに大別され、プレイヤーはこれらのアイテムを用いて、ペットの育成、果実の栽培、武器、防具、魔法楽器、ゴーレムの作成を行うことが可能である。こうした、 育成要素に関する法則は非常に複雑であり、なおかつその要素のほとんどが隠しパラメータであるため、すべてを把握するのは非常に困難である。主人公は夢を見る。夢の中には神々しい体重が浮かびそして声が聞こえる。過去の戦乱の記憶が今の人々の心にも傷を残し、そのために愛を求めることを恐れ、愛の化身である私、イコール性の主イコール。 マナの女神を目指そうとはしない、と。そして女神は、その現実を乗り越えて自分へと歩いてほしい、そう主人公に呼びかけて消える。夢から目覚めた、主人公は、その声に従うように、目覚めたばかりの世界へと足を踏み出す。本作が従来シリーズと一線を画す要素として、フリーシナリオが挙げられる。従来シリーズは一本の大きなシナリオを覆う、形であった。 しかし本作では、全68話の独立した小編イベントが存在し、そのすべてが1話完結の体裁をなす。それぞれのイベント発生条件さえ満たしていれば、いつでも体験することが可能である。それらは、その連続性や共通する登場人物によって、全15編のシリーズに分けることができる。特に、下記の3編に関しては、 ゲーム全体のメインシナリオ的な位置づけがされており、専用のエンディングが用意されている。また、この3編のシナリオのうちいずれか一つをクリアすることがゲーム全体の最終イベントを発生させる条件ともなっている。この3編はそれぞれにファディールの歴史と現状を何らかの形で象徴したものとなっている。それを経験することで初めて、 主人公はマナの女神の待つ聖域へと歩み出すことができる。本作のキャラクターは今までと大きく変わっており、獣人や魔法生物などといった純粋な人間ではないキャラクターが多数登場している。本作では純粋な人間だけでなく、森人、獣人、昆虫人、ドワーフからペンギンアナグマまでもが人間として扱われているのが特徴。 ゲーム発売当時のスタッフの話によると、本当に純粋な人間であるのは、主人公のみで、一見普通の人間に見えるものも過去に何かしらの根欠となっているとのこと。キャラクターデザインは表記上、メインキャラクターを担当した亀岡真一とサブキャラクターを担当した池田直となっているが、実際はスタッフ一人一人のアイデアが元になっており、他のスタッフの意見で、 デザインが変わることも多かったという。マイホームドミナの町宝石泥棒編エスカデ編、ドラゴンキラー編、マナの七賢人かつてファディールで起こった妖精戦争の英雄たち。一人はすでに死去しているため、現在は6人。戦争の後、豊富な知識を後世の人々に提供している。その多動時期に発売されたファイナルファンタジー8の記録的売り上げに対する、 スクウェアの戦略変更に反発した社員が、1999年から2000年にかけて次々に退社する。政権伝説レジェンド・オブ・マナの開発スタッフも例外ではなく、本作の開発におけるメインスタッフだった、亀岡真一、穴沢祐樹、津田浩治、井上信幸らが退社し独立した。詳細は、ブラウニー・ブラウンの功を参照のこと。 本作は最初に発売されたバージョンのみ2枚組となっており、おまけディスク、スクエア、エスプレビューボリューム5が付属していた。このディスクには、スクエアが1999年6月30日までに発売したゲームソフトのデータを見ることができる、スクエアコレクションボリューム2と、ベイグラントストーリーのオートデモ、フロントミッション3、デュープリズム、 黒のクロスの体験版が収録されていた。後に廉価版が複数発売されているが、廉価版にはこのおまけディスクは付属していない。本作の格名前入力ではオートによる設定も可能になっている。特に主人公のオート名称は一部、聖剣伝説3までの聖剣シリーズに登場したキャラクターの名前が使われている。また、女主人公の場合は、 エレナやリチアなど本作より後のシリーズに登場したキャラクター名も見られる。本作が各紙で掲載されたのは本作の体験版が収録されたサガフロンティア2の発売直前の週であったがその時点ではタイトルを明かしておらず男主人公とニキータのカットだけを出しておりその次週以降で正式にタイトル等を公開している。2021年6月24日に Nintendo Switch、PlayStation 4, Steam の3プラットフォームでダウンロード用ソフトとして配信開始した。パッケージ版は一般販売されず、e ーストアでのみ販売された、コレクターズエディションにのみ付属している。2021年6月27日に行われた聖、県伝説シリーズ30周年記念の公式聖放送にて本作品のアニメ化が発表された。 タイトルは、聖剣伝説レジェンド・オブ・マナザ・ティア・ドロップ・クリスタル・マイナス。アニメーション制作は、グラフィニカ、横浜アニメーションラボが担当。音楽 CD、漫画、小説が発売されている。作中の BGM は、下村洋子が担当。CD2 枚組、全55曲。主題歌のソング・オブ・マナの歌唱は、アニカ・リュンベルグ。歌詞はスウェーデン語である。 聖剣伝説レジェンド・オブ・マナオリジナルサウンドトラック、聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナというタイトルで、月刊ファミ通ブローズに連載された。作画は、天の城、エンター・ブレインから単行本前後巻が発売されている。また2008年7月には、新装版が発刊され、修正過失、新たに書き下ろされたおまけの漫画を含め、上下巻合わせ1000ページ弱に及ぶ。 本作は男主人公ととの視点で、ドラゴンキラー編、宝石泥棒編、エスカデ編の順に展開する。エスカデ編は、結末がゲームとは大きく異なり、それ以降は独自のストーリーを展開した。物語の進み方が、駆け足気味となっているが、最終話で、月刊ファミツーブローズが休刊しており、そのためと推察される。ゲーム内では、主人公は喋らないが、 今作ではかなりおしゃべりで感情を豊かである。また、本編の他に、漫画本編前のバドとコロナを主役にしたエピソードと、エスカデ編以降のエスカデたちの生活を痛快に、描いた4コマ、漫画もそれぞれ単行本に収録されている。漫画の登場人物ここでは、漫画での設定について記す。主要人物ドラゴンキラー編ゲームと比べ漫画版。 独自のオリジナルの展開が目立つ中で、ドラゴンキラー編はゲームのシナリオに最も忠実に構成されており、他のシナリオでは単行本を2巻以上またぐが、こちらはストーリーの展開も早いため1巻の約半分にまとめられている。宝石泥棒編ストーリーの展開はゲームとほぼ同じであるが、キャラクターの設定や物語のアレンジに漫画版独自のオリジナルが組み込まれており、 後日のアレクサンドルは、設定自体はゲームに存在するものの、漫画版のみに登場する、オリジナルキャラクターである。エスカデ編他の主要ストーリーがほぼ、ゲームと同じ展開である中、漫画版のエスカデ編はほぼ、オリジナルストーリーとなっている。ストーリーも1巻での序章及び3巻の中盤マイナス5巻の序盤と最も長く、5巻には、エスカデたちのその後を描くギャグ4。 コマが掲載されている。短編、その他の人物漫画オリジナルキャラクター単行本、アスキーから、聖剣伝説レジェンド・オブ・マナ、あまたの地、あまたの人というタイトルで出版されている。著者は、細江広美。差し絵は、漫画と同じ山の城が担当。表紙及び扉絵は、ゲームと同じく、亀岡真一、津田浩二が担当している。こちらの主人公は、 名前も性別も不明で、劇中は一人称視点だが、心理描写のみで、主人公自身のセリフもなく、戦闘中でさえ、熱くならない、漫画版とは逆のストイックな性格の持ち主。ストーリーはエスカデ編、ドラゴンキラー編、宝石泥棒編の順に進行していく。特にエスカデ編はこれも、漫画とは逆のアンハッピーエンド。 ストーリーは淡々と進行するが、幕愛のサボテン君が放つ皮肉が強烈である。新機能ウマンイ、聖剣ラムこと、聖剣伝説レジェンド・オブ・マナが HD リマスター。スウィッチ PS4 スティームで2021年6月24日発売。ファングラル・ゲームズ2021年2月18日閲覧。システム関連は北米版をベースとしており。 発売時点の倫理問題に定触する一部内容を変更している、聖剣伝説レジェンド・オブ・マナ、ウルティマニア・デジ・キューブ、1999年9月、589ページ、ISBN4 から925075から64から、0。イーストア・センバイ、聖剣伝説レジェンド・オブ・マナ・コレクターズ・エディション、好評発売中。スクウェア・エニックス。 2021年7月14日閲覧。聖剣伝説シリーズ30周年生放送発表まとめ。レジェンドオブマナアニメ化原作フォントの追加。聖剣伝説サントムスマホ版発売。モバイル新作などが発表。ファミツー .com。2021年6月27日閲覧。アニメ、聖剣伝説レジェンドオブマナ。 ザティアドロップクリスタルマイナス制作決定。プロデュースはワーナーブラザースジャパン。アニメーション制作はグラフィニカ横浜アニメーションラボ。アニメートタイムズ2021年6月27日閲覧。ありがとうございます。